生体保存されている1号機 ED15 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1926年に日立製作所で製造した直流用電気機関車である。国産では初の民間製本線用電気機関車として1070系の名で3両が製造された。1928年10月の車両形式称号規定改正により ED15 型に、形式番号が改められている。1922年12月、鉄道省大宮工場で、輸入電気機関車を、小平奈平ら幹部が見学させてもらい、自社製造を決意。まだ鉄道省から注文がないまま1923年6月から、製造に着手、第1号機が組み立て完了したのは1924年4月12日であった。 1924年12月16日、鉄道省は日立製作所製電機機関車の公開試験運転を行った。設計、製造とも日立製作所が独自に行い、電気部分の製造はスケ工場、車体を含む機械部分はカ戸工場が担当している。1924年12月に大宮工場で公開をした後、 1925年1月からは、東海道本線、東京蒲田間で、各種試験を行い、良好な成績を収めることができた。車体は、当時主流の箱型、窓隅は、角形、つま面に突き出した形状のはしごを有するなど、機能本位の武骨な外観で、屋根状にパンタグラフを2機搭載する。1号機と2、3号機とでは、内部機器配置に相違があり、 外観にも差が見られる。国産の本専用機関車としては初めて、先受代車のない前年着軸形式で、車体の台枠を介して牽引力を伝える、スイベル式を採用した。この方式はその後の国鉄機では戦後まで、帰り見られなかったが、日立では本機を小型化した機関車を、富士見延鉄道や長野電鉄などに納入するなど、私鉄機きでは一般的な手法となる。 同時期に欧米から輸入された ED10 系、ED11 系、ED12 系、ED13 型、ED14 型と同等の牽引定数とされたが、パンタグラフは河川の高さが高い時の押し上げ力が小さく、河川が低い時の押し上げ力が大きいという問題点があったとされ、後に国鉄標準型として正式採用された PS10 型に取り替えられている。 当初は東海道本線で貨物列車を牽引していたが、1932年に八王子機関区に移り、中央本線で使用された。後に一部を除いて東海道本線に戻されたが、老朽化に伴う大枠の変形等の故障が多くなったため、1959年から1960年にかけて順次廃車された。 1960年に廃車となった1号機が、日立製作所水戸事業所に生体保存されている。2011年7月24日、日本機械学会により、感染用電気機関車 ED15 系として、機械遺産に選定された。続いて2.3号機も1925年10月21日と1926年2月21日に完成した。 民間でできた最初の電気機関車1924年5月28日付、大阪時事新報日立製作所市中央専用に改造、鉄道統計資料。昭和6年度第2編建設公務工作電気研究1から3号機は、八王子区で廃車を迎えた。ありがとうございます。